熱いはいはいこれああこれもああですね、サンタマーで、ホームレスの支援をやってます、サンキューハウスの星というものです。ですね、僕が発言したいのは、この間ですね、先々週、イスラエル、大使館に行きまして、哲さんだとか、一緒に抗議をいたしました。ですね、僕は、9年前にですね、ガザに訪れた時があります。で、ガザに、訪れた人ってそんなにあんまりいないと思うんですね。で、僕はその時は、ちょうど、シャロンが入植地を、撤退させた時だったんです。で、そういったこともありまして、ちょうど、セーブ・ザ・オリーブっていう、ガザで、ガザ含めてラマンラだとか西岸地区でそういった入植NGO ですね現地のそういったオリーブオイルを作るそういった NGO のオリーブ摘みツアーここに入ることができましてで岸区もガザに入ることができました入植地めちゃくちゃ撤退ということもありましたんですけども5時間半待たされてガザ地区に入ることができましたで私そこでホームステイだとかしておりましたでその時のガザの状況っていうのは私分かりますものすごい平和な状況でしたし確かにハマスがその後の選挙で取ってなかった時ですファタハが自治警察をやってた時なんですねでねその時ってものすごく穏やかな状況もあり私はものすごくその状況っていうのは分かってるんですけどガザが2009年ですねいやものすごいハマスがやっぱ政権取ってからものすごい強硬的な爆撃が続いたわけですで、まあ、今回もそうですしその前の状況もそうなんですけども私が出会ってきたやっぱり一番心苦しい胸が張り裂けそうな思いっていうのは子供たちのねことなんですっていうのは私実際にガザーシティで子供と会ってきましたよで彼らすごい快活なんです日本の子供たちよりねものすごくね日本の子供たち人見知りしますでも彼らってさものすごく人見知りしないんですよ平気でさ私に来ていろいろさ物くれたりだとか遊んでくれたりとかたまに喧嘩したりだとかね殴ったりとか殴り合ったりとかそういうことも平気でできるでそういうふうなさ快活な子供たちなんですねでさそういった状況が あってねで私やっぱりそういうふうな思い出がやっぱりある状況が9年前にありましただけどこの間ねやっぱりフェイスブックではね年がら年中さ子供たちのさものすごい殺されてる姿がね流れてるわけです何これって目染めたくなるでねこういうのやめたらいいっていうふうにも言われてるわけですよねこんなの見られたくないだけどさ俺はずっと見続けてますよなんでだってさ自分が出会った人間がさ自分が出会った子供たちがさなんでそういう目に遭うのでそういったさことがさ実際にされているっていうこと現実にね今でも続いているっていうことねこの前100人だとか90人とか言ってました700人以上になってます私が出会ったね子供たちね胸が張り裂けるっていうかさ本当毎日毎日さすごい思いで私いるんですよそのことっていうのをさね少しでもさね考えてみてくださいよねだからそういったことがさやっぱ連続してあるわけですでこの間日本がさね日本政府がやってきたことって何です
これは7月、ね、1日集団的自衛権、ね、これがさ閣議決定された、ね、そういった状況で日本が時代にもこの前来日しました。そういった形でさ、ね、日本政府がまたイスラエル政府に対してもしかり、アジアに対してしかりです。沖縄もそうです。オスプレイも、ね、この前来ましたよ。でつい先日もね、たまにも来ましたよ。でそういった状況がやられている。でそういった状況の中でですね、考えなければいけないこと、それはやっぱり私たち一人一人さ、こういったことに対してどう感じていくのか。そうですよ、6月の暮れにさ、新宿で焼身自殺の未遂した人がいました。でもこの思いっていうのはさ、やっぱりね、本当に真剣に考えるならば看過できない状況だっていうふうに私は感じております。そういったことを含めてね、私たちこのイスラエルのガザに在住状況も含めてね、絶対にやっぱり許さない、許していくことはできないし、そういった状況をさ、これからも継続してやっていきましょう。よろしくお願いします。